遺産分割協議書の経印の仕方を説明していきたいと思います。経印とはあの割印とも呼んでる人が多いかと思うんですけども、ページのですね、各ページが一体のものであるとですね、まあ、それを表す印鑑になります。そうするとですね、まあ、遺産分割協議書で、3ページあるとしまして、ページの次目にですね、相続人全員の印鑑を押していきます。でまずこう1ページ目と2ページ目ですね、こう端っこの方で折りまして、まあこう1人押すと、で同じく、押して、まあ、このようにですね、印鑑を全員分押します。で、また今回3ページなので、3ページともですね、同じようにページの継ぎ目に押していきます。まあ、このようにですね、ページと継ぎ目に、相続人全員の印鑑を押してですね、まあ、この各ページが一体のものですよというふうなことを表しております。では次ですね、枚数が、まあ、いっぱいあってですね、枚数がいっぱいあってですね、各ページに押していくのが大変な場合は、袋閉じ、と言ってですね、まあ、あの、このような製本テープで、製本テープをつけてですね、製本テープと表紙と裏をに経印をして、印鑑を押す数を少なくする場合があります。まあ、まずは、こう、端っこをホチキスで留めてですね、で、今回これ使うのは A4 サイズのですね、もうカットしてある製本テープ、これは清和産業というところが出している A4 サイズ製本テープですけども、裏にですね、裏がシールになっててですね、真ん中に線があってこうそれぞれ剥がれるようになってます。で一応私のやり方としてはまずこれ製本テープをですね半分に折ってしまいます。製本テープをこう半分に折りまして、で、ステプラーつけた、ホチキスつけた側を、このように、この折り目のとこまでくっつけます。折り目にくっつけて、で上の、シールをまず剥がすと、シールを剥がしまして、また、こう奥の方までですね、きっちり紙を押し込んで、きっちり押し込んで、ぴったり合わさったとこでですね、閉じるという。よいしょ。閉じるという。で、シールをペタッとつけます。で、今度、裏返しにしまして、裏返しにしてですね、もう一個のこう剥がしまして、またですねペタッとくっつけるんですけども、真ん中辺から端に向かってこう伸ばしていった方が綺麗に貼りやすいんではないかと思います。それで、この表紙にまた経印を押して、で念のためですね裏にも経印をした方がベターかと思います。まずはこう表紙のですね製本テープと、まあ、表紙の紙にかかるように経印を押します。で今度裏ですね、裏の裏表紙と、製本テープかかるように経印を押すと、これで袋閉じの経印の仕方ですね。
で最後もう一つですね、これですね、あの上なんですかね、 A4 サイズぴったりなんですけども、こういうですね、あの A4 サイズからちょこっと出っ張ってですね、折り込みができるようなタイプの製本テープもあります。これ、タノメールで頼んだですね、袋閉じ製本テープ、なんですけども、上にこうさっきと違って、上下に蓋がついてると。でこれも同じように製本を、これもつけていきたいと思いますけども、まずは、半分に折ると。半分に折りまして、半分に折ったら、まず表紙、このまずこの部分の、これをはぐ、あっと閉じて、まず上を剥がしまして、でまあ表紙の方からこうつけとく。まずはこう折り目にぴったり重なるように配置しまして、で真ん中辺からこう端に伸ばしていった方が綺麗に貼れるかと思います。で裏表紙側に行きまして、蓋をですね、蓋の、これを剥がします。蓋のやつを剥がして、でこれ折り込むと、まずこう折り込みますと、上を折り込んで、こう下も折り込んでと。それで今度は裏側のやつを剥がします。剥がして、で、また真ん中辺から横にピシュッと伸ばしていくと綺麗に貼れるかなと思います。これですね。で今回はですね、あの上下に折り込みがつくタイプの製本テープでした。でこれ同じように牽引を表と裏に押します。裏返して、裏もテープにかっ、テープと裏表紙にかかるように押すと、はい、でこれで完成ですね。今回ですね、遺産分割協議書の、牽引割引の仕方 と、袋閉じで牽引する方法について解説しました。埼玉県東松山市の司法書士でした。ご視聴ありがとうございました。